まずは鹿島の話から。はい。鹿島に関しては最近移籍で言うと常本選手サイドバックがね、はい、スイスに行ってその代わり甲府から菅井選手を取ったって話がありますけど、まあさ、ピルカさんが、うん、少なくとも冬にはもういない。ああ、言ってましたね、ジェジェね、うん。はい。で、なんかね、プラスですね、うん、この動画が出てる月曜日か火曜日あたりで、ピトカ選手、この夏で移籍しちゃうかどうかの最終ジャッジもあるみたい。で、そうなんですか。だそうすると、ピトカさんが来週、うん、てか、この週末にあるリーグ戦、J1 の再開のところでもういないかもしれない。っていう状態です。もともとこの、まあ、佐野海舟選手ももちろんいるし、中村選手もいるっすけど、やっぱ単純にピトカさん抜けるってなったら、レギュラークラスが一人抜ける形なので、もともとね、岩政監督は、若手の奮起に期待するから、別に夏で移籍で取ろうとは思ってないっていうふうに言ってたけども、たださっきね、その常本選手が海外行ったりだとか、このピトカさんが抜けるっていうふうになってくると、レギュラー格が抜けるってなったら、単純に枚数が減っちゃう話になるので、若手がどうとかの問題じゃなくなってきますから、まあ誰が取らなきゃいけないよねってことになってくるかと思います。ってなってくると、ピトカ枠ってなったら、まあもう、いくら怠慢はたいてでもやっぱり、うん、この人じゃないかと思いますよね。期待はされちゃいますよ、どうしてもね。そうですね。進んでんですかね、この話はね。ねえ。でも、ただね、練習所に今いらっしゃるのかどうかとかも全然わかんないからあれですけど、はい、やっぱもうね、レギュラーシーズンが柴崎選手の場合終わってもう2ヶ月経ってますから、はいはいはい、例えばこれからやっと加入で、これからやっと練習に再開って形だと、さすがに週末はもう間に合わないと思うんですよね。まあそうでしょう。あと普通で考えてもヨーロッパでも長らくやってこられた方ですから、うん、これからキャンプやってコンディション上げるって状態じゃないですか、普通で考えたら。そうですね。ってなると、いきなりここからね、フルスロットルでいきなりスタートですって言われたら、ちょっとさすがに厳しそうな気がするので。うん、なんかでも、何らかのトレーニングとか、うん、でもどっちにヨーロッパ残るか、こっちに戻ってくるかで、今の体の具合違うと思うから、練習してたら J ですよね。そうだね。どっかで練習してたらすぐバレるでしょ、日本で。そうなんです。だから、なかなかその報道もないので、ちょっとまだね、判断難しいんですけど、ただ、鹿島からしたら、もう狙うのは彼だってことにはなってくるかなと思いますと。うん、はい。うん、ただ、ちょっとね、難しいことも言ってあったね、マッサン。ちょっと戻すんですけど、はいはいはい、まあ、柴崎選手はまあ一旦いいとしてって話なんですが、はい、このポジションでね、今、いわきに行ってる下田英介選手って若手がいるんですよ。ユース出身のまだ1年目なんですけど、はい、いわきに育成レンタル2年間っていう形で行ったんですが、うん、もうレギュラーポジションダッシュしちゃいまして、いわきで。はい。だから1年半後には多分ド主力として戻ってくるはずなので、はいはいはい、はい。そうなってくると、もうもう近い将来ボランチのライバルはもう敵チームにいるっていう状態になりますから、うん、まあそこもだから柴崎選手とあとその下田選手の成長とみたいなところで考えてどうなるのかってこともちょっと注目ポイントになってくるかも。知れません。なるほど。はい。うん、という鹿島の状況にあります。いやー、でも人数は揃ってるんですけど、J1 で戦うってなると、やっぱりそういうの厚みがいるってことなんですね。そういうことですね。厳しい世界ですな。厳しいね。はあ、はあ、はあ。で、まだ鹿島はボランチ揃ってるから、まあいいんですよね。最悪最悪なんで、ね。そう見えますけどね。うん、はい。ただ、同じ鹿島からもう一人。うん、あ、知念さん。知念圭選手でございます。から新加入、いきなり開幕戦でゴールをね。そうなのよ。はい。はい、で、2節川崎戦でも得点決めて、で、うん、3節横浜、ね、ごめんなさい、はい、開幕でも2節も、ね。あ、そうかそうかそうか、これ失礼しました。そうそうそう。すげえな。で、あと第3節横浜 FC 戦では、うん、最初左ウィングから出ましたけど、真ん中もやりつつ右ウィングもやるみたいな、3つの顔を見せる柔軟性なんてこと。知念さん、すごい。ある意味、川崎でやってきたことと、うん、今、鹿島でこう新たにやってることってこと、なんかうまーくこう融合させてなんか見せてくれてるような感じもありますので、うんうんうん、なんかちょっとやっぱりこの、藤井智也選手なんかもそうですけど、うん、やっぱこう今回鹿島に新加入組っていうのがちょっとなんか新たなこう鹿島の伝統をアップデートしていくような皆さんになっていくんじゃないのかなっていう。